皆様ごきげんよう。TPF2 発売が迫り、ワクワクが止まらない番鉄元社長兼ナレーターです。皆の衆お久しぶり。アシスタントを務めるマリサだ。ゆっくり交通経営6通、パート 15.5、第5章末番外編を始めます。番外編では、本編中に取り上げられなかった情報の補足、裏話、コメント返信等々を行います。まずはトピックスだが、これを語らずして何を語れるというのか？そう、トランスポートフィーバー2の発売日がついに発表された。発売は現地時間12月11日だぜ。いやー、ついにというか、やっとというか、私を含め、多くの TPF プレイヤーが待ち焦がれた、その瞬間がやってくるのです。ここで私どもが着目している TPF2 のポイントをいくつかピックアップしてみよう。まず一番期待しているのは駅エディターですね。従来モッドを使用しなければできなかった、駅舎の自由配置や通過線などの要素が追加され、さらに、モッドでもできなかった一般駅も作れるようになります。一般駅というのは旅客と貨物、両方を扱う駅だ。昔は一般駅が普通だったわけで、正直これまで分かれていたのには困っていたぜ。あと駅エディターで期待しているのは切り欠きホームですね。そして駅構内でも分岐器が作れるようになります。この二つを組み合わせることで気回し線の再現ができそうだ。機関車牽引列車が気回し線のない投炭式ホームに、頭から突っ込むのは、内心ざわついておりました。駅エディター機能があれば、電車線と列車線の違いもより表せるようになるだろう。番鉄バーナビー駅のような複数の機能を持つ駅も楽に作れる。あれを作るのはここだけの話、結構苦労した。バーナビー駅本屋側の電車線ホームと中心の列車線ホーム、反対側の貨物ホームで構成していた。貨物ホームは配送拠点を作ればいいので駅本屋とつなげる必要もなかったが、列車線ホームはそういうわけにもいかない。そのため地下で駅同士を連結できるモッドを使っていたのだ。これをバニラの機能だけで構成できるというのは、私どもにとってかなり大きな革新なのですよ。さて、駅本屋の次に気になるのは道路周りの強化です。番鉄時代のいつぞやにも申し上げたが、トランスポートフィーバーを名乗るくせに道路周りが貧弱だったのは、かなりの不満点だった。一方通行道路だけでも欲しかったところです。一通さえできればジャンクションを作れます。それが TPF2 では、ついに道路面での強化が施される。一方通行、道路信号が追加されるのだ。一方通行の追加によりジャンクション、ラウンドアバウトが実現可能となります。つまり、駅前ロータリーや高速道路をそれらしく作れるのです。道路信号については他のゲームのバニラを圧倒しうる。なんとバス、トラム専用信号が実装され、定時性の高い都市内交通を構築できるのだ。バニラでの自由度がどれほどまでなのかは未知数ですが、モッドで高度な運用もできるようになるでしょう。また、景観面での強化も期待しています。砂浜や渓谷は特に目を引きました。光源が街並みや車両に配置されているのも気になる要素だ。発売直後はないだろうが、いずれ夜景も拝めるようになるかもな。景観の強化に欠かせないのはマップエディタだな。これまでのマップ生成は正直微妙で、狙った地形で遊ぶには自前で作成する必要があったが、今作ではマップをいじることができる。飛行区分、地形ペイント、道路の接続、木合岩などの装飾など、こだわろうと思えばいくらでもこだわれます。また、ゲーム進行中にマップエディタへ戻れるのもポイントが高い。さて、ここからは期待半分不安半分の要素についてです。まずはシミュレーションの強化ですが、都市発展を妨げる要素として騒音と排気ガスが追加されます。公共交通機関の利便性を向上させ、自動車交通を減らす。そうして排気ガスを減少させ、都市発展を促せるのだそうだ。これに関しては、制作側からの TPF はゲームである、というメッセージを感じます。ゲーム性と自由度。この両立を果たせるのかが気になりますね。ゲームモードで遊ばれなくなったゲームが世にあるのを考えるとな。また、排ガス騒音のマイナス要素がどのように作用するかも気になる。
今まではどうしてもローカル線の風情を残せなくてな。炭鉱の機動車が走るローカル線をやりたいのに、発展が始まってすぐ増結を余儀なくされる場面は何度も見てきた。マイナス要素を使ってうまいことローカル線を維持できないだろうかと思うのだ。次に、インターフェース周り。車両管理画面で車両購入が可能となったり、路線をまたがり一括で塗装を変えるなど、機能強化が図られているようです。公式の動画を見る限りでは良さそうにも思えるが、実際に触ってみないと使い勝手はわからない。また、メンテナンスの度合いを設定でき、コストをかけて末長く使うか、コストを削って使い捨てるか、というのも選べるのだそうで、これにはそそられます。株式発行などの資金調達が強化されると嬉しいのですが、期待はしない方が良いでしょう。みんなの A 列車で行こうでもやっとけって感じもしますが、私はこのグラフィックで会社経営を楽しみたいのです。さて、公式が発表している情報をもとに語れるのはこのぐらいでしょうか。トピックスとして TPF2 への期待を述べてきたわけだが、まさか6分も語ることになるとは。お寄せいただいてるコメントなどの様々な媒体で、ダイヤ機能待望論をお見受けしますが、今作では厳しかろうと思います。モッドとして作れないものだろうか。どうしてもダイヤを組みたい人は、ぜひともダイヤモッドを作ってくれ。ここで今回ご覧いただいてる車窓についてお話しましょう。番外編は本編では見られない夢の列車を、ということでミステリートレインさながらの特殊なルートを走行しております。最初は足らない鉄道ホルレー機を発車。サレイでライバルセイラ鉄道の森子線に入り、アリヒで帝国鉄道オス本線に入る。そこから先のルートはご自身の目で確かめてくれ。現在電化区間を走行中だが、途中非電化区間を通過するため、担当しているのは SL 牽引列車だ。この時代、SL と電車が同じ線路を走るのは珍しくありません。それではコメント返信をしていきます。まずは第3章、第4章番外編パート 9.5 から。そして今度は車にぶつかる。そして今度は車と人にぶつかる。樹木にぶつかるのをご容赦いただくとお伝えしたところで、ちょうどごった返す踏切に突っ込んだシーンへのご反応ですね。私はもう、笑うしかありませんでした。お次のコメント、路面電車、インターバン、大手私鉄みたいな流れは、このゲームだと路面と普通鉄道が別物なせいで再現しにくい気がする。おっしゃる通りですね。特に京王線は併用軌道と専用軌道を直通するのですが、ゲーム上は途中で系統を分断し、乗り換えを必要としています。お次はこちら。戦前は出発進行、じゃなくて出発往来、だったからそのバージョンもやってみてほしい。とのことで、パート10の車窓シーンでは出発往来、バージョンでお送りしました。該当シーンを制作中、疑問に思ったのですが、注意や原則はそのままでよろしいのでしょうか？ここからは、パート10のコメントだ。すでに混雑率パンクしてんな。このシリーズでは路線網成立の経緯を重視していますので、ゲーム上の実情よりもモデルとなった時代の再現を優先しています。当時では考えられないほど多く連結するのは避けました。次のコメント。この先に貨物駅が作られ、電気街ができるのかな？秋葉原駅についてですね。残念ながら省略せざるを得ませんでした。そもそも秋葉原駅は日本鉄道が東京市内の貨物ターミナルとして建設した駅ですが、随天鉄道愛の駅にその機能を置きました。秋葉原駅は神田川に面し、東北方面からの貨物を水運に積み替えるための駅でしたが、随京では馬車が市内輸送を担っていたのです。こちらはパート11から。なんとなく万世橋感がある。伏線レンガ高架橋といえば万世橋のイメージですね。パート12のコメント。両国かな？列車ターミナルを電車が通過する経緯は両国に似ていますが、モデルは飯田町でございます。なんで山手線は内外なんていう分かりづらい呼び名なんだろ。左右でいいじゃんか。どの視点で見るかによって左右は変わっちゃうだろ。内外は変わらないけども。左右の場合、下から見ると確かに左右が逆転します。内外の場合、右側通行と左側通行で逆になります。どちらも普遍的であるとは言い難いですね。
時計回り、反時計回り、が適解だろうと思いますが、いかがでしょうか。パート13からはこちらのコメント。これ元ネタの田園調布は模式図を設計図と勘違いしたんだよな。こちらは存じておりませんでした。勉強になり、ありがたく思います。ここからはパート15のコメント。旧市街駅って、万世橋駅？烏森駅と神田駅がモデルです。万世橋はあえなく省略しました。細切れに延伸を繰り返す路線は、その過程を省かせていただきます。すべての路線で忠実に延伸しますと、第5章はもっと長くなったでしょう。お次、両国駅を思い出す。大橋駅は、当初より両国駅をモデルとします。大橋、も、両国橋架橋当初の名称が由来です。パート15では、空撮関連のコメントをいただきました。ゲーム内の撮影ツールを使用しての空撮は初めての試みでしたが、好評を得られ嬉しく思います。ここで裏話。撮影ツールは無圧縮でワンフレームずつ画像を吐き出すため、非常に大きいデータ容量を要した。AVI ファイル化されたデータの容量は 590GB だ。普段 SSD のみで制作しておりますが、今回ばかりはハードディスクの力を借りました。この撮影ツール、TPF2 でも続投してほしいです。コメント返信を続けよう。桜木町か。ご明察。ラゲ町駅のモデルは桜木町駅です。お次はこちら。BGM と合うねー。ありがとうございます。ニコニコ版では、ほぼすべての BGM を桜大戦シリーズから拝借しております。桜大戦も新作が発売されますが、TPF2 と発売日が被ったことは、不覚でございました。苦渋の決断ですが、TPF2 実況を最優先といたします。動画投稿には影響しません。でも本音は？闇落ちした桜さんとイチャイチャしたかった。あ、はい。気を取り直して、最後のコメント返信だ。随行出身の職員がこの信号上勤務命じられたら発狂しそう。確かに、おっしゃる通りの配置をされたらたまったものではありませんね。実際には地元の人か、随天海沿岸部出身の者が配置されそうです。以上でコメント返信を終わります。コメントをいただきましてありがとうございました。さて、次はこちらの話題です。パート15で路線図を作り直しました。この動画の投稿者は、TPF 実況と並行してニコニコ鉄道にも属している。そちらで路線図コンテストが開催され、路線図制作に関わる知見を得ることができた。その知見を活かして作り直したのが、この路線図というわけだ。現在表示中の路線図は、パート15の末尾に掲載したものをさらに改良したものです。もっと細かく見てみたいという方は、Twitter に投稿しておりますので、ぜひご覧ください。さて、今後の予定についてお話しいたします。本シリーズ、ゆっくり交通経営62はこの動画をもちまして、休止いたします。トランスポートフィーバー2発売後、TPF2 実況を開始します。そちらが一段落つくか、完結しましたら本シリーズを再開します。TPF2 実況にもお付き合いいただけたら幸いだ。ここでニコニコ王国者様のご紹介をいたします。パート15、犬家様、山高様、スカタン様、空人様、エリキチ様、プリア様、FMEGO202 様、ケノビ様、イガモン様、中野宮の人様、おじいちゃん様に、3都貨物船の全面展望動画を、FMEGO202 様とケノビ様に、それぞれ広告していただきました。ありがとうございました。さて、このミステリートレイン号、そろそろ終点なので、経路をご紹介しよう。在りから先は雄本線を上り、比嘉で万蘭貨物船、ホルレで堀根線に入り、今に至る。特殊なルートの車窓は、お楽しみいただけたでしょうか。間もなく終点、堀根。東北本線と京浜線はを乗り換え。これまでの動画を、再生、コメント、マイリスト、グッド、ニコニコ王国してくださった、すべての方に御礼申し上げます。ここまでご視聴ありがとうございました。トランスポートフィーバー、2実況パート1と、ゆっくり交通経営62、パート16でお会いしましょう。